いね、この見て4つの緑。皆さんこんにちは、ミトガラチャンネルのミトです。はい、ということで今回は新スキル恐竜少将×風まといを使った装備を考えてみたので皆さんに紹介していきたいと思います。では見ていこう。はい、で今回はその風まといと恐竜少将の相性どうかなっていう検証みたいなところもあるので軽めに紹介します。これはまだ未完成品です。でテーマはこれだね、新スキル恐竜少将。で効果は恐竜症を克服すると一定時間かきり虫ゲージが1ゲージ増えると。で脳頭状態になると短い時間でその効果が解除されます。まあ、おなじみスキルです。でレベル3なのでのあの恐竜症を、ね、克服すると約90秒間かきり虫が1つ増えます。だからもし3つ持ってた場合は4つになるし、2つの場合は3つになります。でそれにこの風まといなかなか強いんじゃないかなって思って組み入れてみました。鉄柱試技を使用すると風をまとい、かきり虫ゲージの回復速度が上昇すると。だからうまくいけばかきり虫4つで風まとい発動して、スラークだったら属性重点カウンター打ち放題、まあ、ワイヤーステップし放題みたいな感じのことができるんじゃないかなと思ってちょっと検証したいと思います。まあ、他の武器でもね、いろいろ鉄柱試技連続で打てるってなったら強いんじゃないかなと思うので、この組み合わせ結構ありなんじゃないかなと見たから思います。はい、で防具に関してはこのね、克服シャガルの足と腰と、あとは腕と腰と足かな、を3つ入れると恐竜少将がレベル3になるので入れてください。で風まといに関しては装飾品がないので、まあ、頭のこのリバルクシャランクで1個風まといをつけて、あとはその下の4つの防具を防具の回連成してもらって風まといをつけるって感じですかね。糸柄やったんですけど割とすぐ出ます。このリバルカイザーは粉塵まとい風まといにして、このプラグマグリーブも風まといつけました。恐竜ショックに関してはそこまで優先しなくていいかなと思います。はい、いやうまくいくかわからないんですけど、これ組み合わせればかなり立ち回りやすくなると思うので、ちょっと実践の方行ってみたいと思います。さあ今回は怪異化したレイヤー買っていきます。で気づいたんだけど、恐竜少将と風まといの組み合わせはアマツの武器の方がいいかもしれません。なんでかっていうと鉄柱試技の威力 1.1 倍になるんで、そっちの方がもしかしたら相性いい可能性あります。はい、行くぜ。オッケー、いいね、コンクエスターいいね、来いよ。オッケー、さあ恐竜症を早めに克服したいね。はい、あ、4つになった。これでワイヤーステップもやりたい放題。チャージ、オッケー、いいね、この見て4つの緑。キラーン、オッケー、間に合った。うはは、無限カウンター編いきます。痛い。なんかあったらワイヤーステップしてこんな風にすぐ緑にして、はい、いいよいいよ。オッケー、あ、一生緑。ほら、属性重点カウンターは本当は打ちたいんだけどちょっとむずいんで。オッケー、こういうこと。うい、ナイスダウン。オッケー、たかだかレイヤいいんじゃない。お、もう解除した、いいぞ。やっぱりカウンター打ちたい放題っていう心のどこかで安心感があるからやっぱいいですね。はい、ちゃんとした装備組んだら多分もっと火力が出るんで。はい、スタン、オッケー、いいね、かきり虫ゲージ4つなの非常にありがたい。ただ相手がダウンしてて、お、恐竜少々また発動。無限だ、無限、無限にかきり虫。はい、これカウンター行こうか。うん。疲れちゃってる、疲れちゃってる。オッケーオッケーオッケー。お、ナルが来たな。お、あそこに。でこれ音もね、猫にしとくとここで補充できるんで、こういう風にこれがいいと思います。で今のうちに研いで、まあこいつら適当に縄張り争いするか、しないか。おー、なるほどなるほど、
総龍はちょっと日の絵と写しに任せようか。待ちます。ゲージ貯めたいんでね。総龍してくれ。無理か。さすがに水戸柄いくか。これで当てればいいか。パーン当てて、オッケー。さあ、ナルガの総龍を任せよう。あいつらに。で、ここで水戸柄はゲージを4つにしたいんで、攻撃当てます。はい。とにかくご了承。パワース。オッケー、日の江さん、ナイスストーリー。いいね、いいね。よくわかんないけど。日の江頑張れ。オッケー、ナイス。とりあえず攻撃当てて。いやー、いいね。かきり虫ってやっぱり大事じゃないですか。って言ったら4つになりました。こういうこと。え、これめっちゃ強いかもしれない。これ雨粒菌しちゃえば、カウンター脅威のダメージ出るんじゃないか。ちょっとその検証もまたしようか。ちょっとね、アップできてからやりたい装備っていうか、やりたいことが多すぎて。あ、ナイス。かわす。かわす。来いよ。オッケー。この、何でもできる安心感。はい。はい、かわす。もう弱ってるね。うん。無限に何でもできる。オッケー、解除。さあ、これ終わらせようかと思ったけど、尻尾破壊。もう終わっちゃうんじゃないか。はいはいはい。オッケー、終わりました。いかがだったでしょうか。まあ相手がリオレイヤーだからちょっとね、立ち回りやすかったってのはあるんだけど、可能性無限大だと思います。皆さんもぜひね、ちょっと自分なりに組み合わせてやってみてください。コメント待ってます。生放送もしてるので、ぜひ皆さん来てください。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。さらば。